クルーガードープ自然公園は南アフリカ共和国ヨハネスブルグ付近に設置されている公園である。なお、同じく南アフリカ共和国のクルーガー国立公園とは異なる。クルーガードープ自然公園は南位26度6.36分統計27度43.44分、南2 6 1 0 6零0度統計27.72400度、 マイナス26.1060027.72400付近に位置する。ここはヨハネスブルクから西へ約3 0トルほどの場所であり、ヨハネスブルク市街中心部からでも自動車ならば40分程度で来られる。なお、付近にはクルーガードープの町がある。園内園内クルーガードープ自然公園の面積は約14平方キロメートルである。 バードウォッチングが可能であり、渡り鳥も含めると、園内では200種類以上の鳥類が観察された記録が残っている。また、少なくとも10種類を超える哺乳類も見られる。時に大型哺乳類の姿も見られる。この他に、園内の約10平方キロメートルの土地を柵で囲っており、その中にライオンを住まわせている。来園者は園内を自動車で移動できる他に、 乗馬での移動も可能である。JTB 出版局編集2部ポケットガイド、編集部宮崎博、江戸 JTB のポケットガイド130、アフリカ。JTB 日本交通公社出版事業局。ピアニッシ二百268、ISBN4 から533から01240、X、クルーガードープ自然公園クルーガードアップゲーム、リザーブ。ありがとうございます。